私たちが道路を走る時間はますます長くなり、走行時間と走行距離も伸びる一方です。そのために交通量が増加し、追突事故の危険性も高まっています。こうした中でドライバーを効果的にサポートするのが、ボッシュの衝突予知緊急ブレーキシステムです。これはエレクトロニックスタビリティコントロール ESC とレーダーセンサーのネットワークをベースにしたシステムで、車両前方の交通状況を絶えず監視します。時速30キロ以下で走行中に前走車や停止車両に危険なほど接近していることをシステムが検知すると、予想される急ブレーキに備えてブレーキシステムの準備を行います。こうして100分の数秒早くフルブレーキをかけられるようになります。ドライバーがこの危険な状況に反応しない場合には、システムが衝突を回避すべく自動的にフルブレーキをかけます。衝突が回避できない場合であっても、少なくとも衝突の衝撃は軽減することができ、双方の車両の乗員が負傷するリスクを低減します。時速30キロ以上で走行中に前走車に危険なほど接近していることをシステムが検知すると、予想される急ブレーキに備えてブレーキシステムの準備を行います。さらにシステムはまず表示や音で、次に短くともはっきりと感じられるブレーキジャークでドライバーに警告します。この衝突予知警報の後、システムは自動的にパーシャルブレーキをかけます。これにより車両が減速するため、ドライバーが反応できる時間をより多く確保することができます。ドライバーがブレーキペダルを踏み込むと、直ちにシステムがブレーキを適切にサポートします。衝突を回避するために車両をどの程度減速させる必要があるかをシステムは絶えず計算し、例えばドライバーが行ったブレーキングの動力が不十分だった場合には、可能なら障害物の手前で車両が停止するよう必要なレベルまでブレーキ圧を高めます。差し迫った衝突の危険にドライバーが反応せず、追突が避けられないことをシステムが検知した場合には、自動的にフルブレーキがかけられます。これには優れた物体認識精度とリスク評価能力が必要です。そのためレーダーセンサーの機能を拡張するビデオカメラのようなサラウンドセンサーが追加として使われています。このフルブレーキ作動によって衝突速度は大幅に低減し、双方の車両の乗員が被る事故の被害は軽減します。このようにボッシュの衝突予知緊急ブレーキシステムは、追突事故の防止と事故被害の軽減に寄与します。 Bosch Invented for Life